新明期三十二章。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。千よ、聞け、私の口の言葉を。私の教えは雨のように下り、私の言葉は梅雨のように滴たる。若草の上の小雨のように、青草の上の夕立のように。誠に私は主の皆を告げ知らせる。 栄光を私たちの神に着せよ。主は岩、主の見業は完全。誠に主の道は皆正しい。主は真実な神で偽りがなく、正しい方、すぐな方である。自分の汚れで主との交わりを損なう、主の子らではない、横島で曲がった世代。あなた方はこのようにして、主に恩を返すのか。 愚かで知恵のない民よ。主はあなたを作った父ではないか。主はあなたを作り上げ、あなたを固く立てた方ではないか。昔の日々を思い出し、世々の年を思え。あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせる。長老たちに問え、彼らはあなたに話す。意図高き方が国々に相続値を持たせ、 人の子らを割り振られたとき、イスラエルの子らの数に従って、もろもろの民の境を決められた。主は、はり縄で割り当て地を定められた。ご自分の民、ヤコブへの譲りの地を。主は荒野の地で、荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をし、ご自分の瞳のように守られた。 わしが巣のひなを呼び覚ましそのひなの上を舞い翼を広げてこれを取り羽にのせていくようにただ主だけでこれを導き主と共に異国の神はいなかった主はこれを地の高いところに登らせ野の産物を食べさせた主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い牛の牛乳と 羊の乳を最良の子羊と共に馬車のものであるお羊と親木を小麦の最良のものと共に与えてくださったあなたは泡立つブドウ酒を飲んだエシュルンは声太った時足で蹴ったあなたは声太り頑丈で艶やかになり自分を作った神を捨て 自分の救いの岩を軽んじた。彼らは異なる神々で主の妬みを引き起こし、意味嫌うべきもので主の怒りを燃えさせた。彼らは神ではない悪霊どもに生贄を捧げた。彼らの知らなかった神々に、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々に、あなたは 自分を生んだ岩をおろそかにし、海の苦しみをした神を忘れてしまった。主は見て彼らを突き放された。主の息子と娘たちへの怒りゆえに。主は言われた。私の顔を彼らから隠し、彼らの終わりがどうなるかを見よう。彼らはねじれた世代、真実のない子らであるから。彼らは、 神でない者で私の妬みを引き起こし、彼らの虚しい者で私の怒りを燃えさせた。私も民でない者たちで彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせる。火は私の怒りで燃え上がり、黄泉の底まで燃えていく。血とその産物を焼き尽くし、山々の元いまで焼き払う。 私は災いを彼らの上に積み重ね、私の矢を彼らに向けて居尽くす。上による荒廃、災害による壊滅、激しい悪役、野獣の牙、これらを血を這う蛇の毒とともに彼らに送る。外では剣が子を失わせ、うちには恐怖がある。若い男にも若い女にも、血の身ごも、 白髪の老人にも。私は思った。彼らを一掃し、人々から彼らの記憶を消してしまおうと。もしも私が敵の罵の尻を気にかけなかったら、彼らを苦しめる者どもが誤解してはいけない。我々の手で勝ったのだ。これは皆、主がしたことではないと言うといけない。誠に彼らは、 資慮のかけた国民、彼らのうちに英知はない。もしも知恵があったなら、彼らはこれを悟ったであろうに。自分の終わりもわきまえたであろうに。彼らの岩が彼らを売らず、主が彼らを引き渡されなかったなら、どのようにして一人が千人を追い、二人が万人を敗走させたであろうか。まことに彼らの岩は、私たちの岩に及ばない。 敵もこれを認めている。まことに彼らのブドウの木は、ソドムのブドウの木から、ゴモラのブドウ畑からのもの。彼らのブドウは毒ブドウ。その房は苦い。そのブドウ酒は蛇の毒。コブラの恐ろしい毒。これは私のもとに蓄えてあり、私の蔵に封じ込められているではないか。復讐と報復は、 私のもの、それは彼らの足がよろめく時のため、彼らの災いの日は近く、来たるべき時が速やかに来る。主は見たみをかばい、主のしもべらを哀れまれる。彼らの力が去り、奴隷も自由の者もいなくなるのをご覧になって、主は言われる。彼らの神々はどこにいるのか 彼らが身を裂けた岩はどこにあるのか。彼らの生贄の死亡を喰らい、注ぎの武道酒を飲んだ者どもはどこにいるのか。彼らを立たせて、あなた方を助けさせ、あなた方の隠れ場とならせよ。今、見よ。私、私こそがそれである。私の他に神はいない。私は殺し、また生かす。 私は傷つけ、また癒す。私の手からは誰も救い出せない。まことに私は誓って言う。私は永遠に生きる。私がきらめく剣を研ぎ、手に裁きを握るとき、私は敵に復讐をし、私を憎む者たちに報いる。私の矢を血に酔わせ、私の剣に肉を食わせる。 刺し殺された者や、捕らわれ人の血に酔わせ、敵の頭たちの首を食わせる。国々よ見た身のために喜び歌え、主がご自分の下辺の血に報復し、ご自分の敵に復讐を遂げて、ご自分の民とその血のために、なだめを行われる。モーセは、ヌンの子ホセアと一緒に行って、この歌のすべての言葉を、 神の耳に語り聞かせた。モーセはイスラエル全体にこの言葉を皆語り終えて彼らに言った。あなた方は私が今日あなた方を戒めるこの全ての言葉を心に留めなさい。それをあなた方の子供たちに命じてこの見教えのすべての言葉を守り行わせなさい。これはあなた方にとって空虚な言葉ではなく、 あなた方の命であるからだ。この言葉によってヨルダン川を渡って行って所有しようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くことになる。この同じ日に主はモーセに告げられた。エリコの向かいにあるモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登り、私がイスラエルの子らに与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。 あなたの兄弟アロンがホルサンで死んでその民に加えられたようにあなたもこれから登るその山で死にあなたの民に加えられるそれはあなた方がツインの荒野のメリバテ・カデシュの水のほとりでイスラエルの子らの間で私の信頼を裏切りイスラエルの子らの間で私を聖なるものとしなかったからであるあなたは 私がイスラエルの子らに与えようとしている地を目の前に見るがその地へ入っていくことはできない。